はい、こんにちは、ドグリーです。えー、今日はですね、えー、と、天津対タケルのザマッチがすごかったっていう、まあ、これビジネス的にすごかったってちょっと話をご紹介しておきたいんですけど、皆さんご覧になりましたかねあの試合としてもすげえ良かったですよね。その、まあ、那須川天心さんの試合って、実は僕、あんまりちゃんと見たことはなくて、今回ちゃんと見たの初めてぐらいなんですけど、 テレビにめちゃめちゃ出てるんで、なんかその、本当の試合を見て、やっぱ本当に強い人なんだって思ったっていう、すげえ素人な感想で恐縮なんですけど、まあですね。あの、武留選手もこのパンチをもらっても笑顔で煽るみたいなのは、すごいいい試合だったなとしみじみ思ってますけれども、今回やっぱその、工業の、 まあ、その格闘技の興行の歴史を変える出来事になってるんですよね。あの詳細はあのヤフーニュースに書かれてた記事のリンクを貼ってあるんですけど、バトルニュースっていうウェブサイトが、ネットメディアが、えー、フジテレビが消えて売り上げ50億増加、天津対タケルは格闘技の終わりではなく、地上派ビジネスの終焉へっていう、なかなかインパクトのある記事を書かれてるんですね。 まあどういうことかっていうと、50億のうちの内訳が、チケットの売り上げが20億円なんですよね。これ、東京ドームのチケットがもう即日完売したっていう、本当に注目の、キックボクシングの歴史の中でも本当に非常に注目された対戦なので、これ20億は東京ドーム完売すればいきますって話なんですけど、これにスポンサー収入が5億円、ここまでが普通なんですよね。 アベマのペーパービューが約50万件購入されて25億円だったらしいですよね。これは通常であれば多分地上波の放映権収入がここに乗っかって終了なんですけど、今回フジテレビが直線で総合的な判断によって放送を取りやめるっていう判断をしたんですよね。これが大会3週間前っていう 相当現場は大混乱に陥ったらしいんですけれども、まあ、結果的にそれより儲かっちゃったっていう。まあ、その結果、あの、坂木原実行委員は、ええー、格闘技はまあ、ね、どんなメジャーなスポーツよりもエネルギーがあると。これは世界で証明されてると。ペーパービューの記録を持ってるのは全て格闘技だと。 これは季節してなんですけど、富士テレビさんが放送自体して地上波がなくなったことで一気に時代が動きました。我々格闘技家の新しいビジネススキームが誕生したと言っても、過言ではないと思います。みたいな、まあ地上波放送に頼らない、ペーパービュー放送での収益化モデルの確立自信を見せたってという記事になったんですよね。なので、えっと、バトルニュースの記事のタイトルが、地上波ビジネスの終焉へってというタイトルなんですけど、こジネーちょっと それは言い過ぎじゃないかなと思っていて、まあそれでちょっと僕の記事もあのテレビの終わり方らしいテレビの始まりかってちょっと釣りたいとしてあるんですけど、まあこれやっぱね、そのフジテレビが放送を取りやめたっていうことが話題になったら待って売れたっていう背景もあると思うんで、まあもともとそのフジテレビが地上波で放映する前提だったぐらいメジャーな試合だったからこそ、まあでもすごいですよね。この50万5000円のチケットが売れるっていうね。 そうすると25億円になっちゃうんだって話なんですけど、まあ、DR のチケットが即日完売したぐらいなんで、見たくても見れなかった人が大勢いるっていう話ではあると思うんですけど、まあ、いろいろ週刊誌の報道なんかを見てると、まあ、今回、フジテレビの放送断念に至ったのは直前に、えー、っと、まあ、反射交際音声報道が、まあ、まさにその、さっき、新しいビジネスモデルができたっておっしゃっている。 原さんに対してあったっていう、これがちょっと本当かどうか僕も分かんないんですけど、そこへのコメントを控えますけれども、まあ、それによって、まあ、フジテレビも引いたし、まあ、実はテレ東とかにも打診したんだけど、ダメだったっていうのが、フライデーには記事で出ててですね、やっぱその、まあ、当然、その反社との関係を断ち切らないと、メジャー化はありえないって話だと思うんですけど、a b e m はそこのまあ、 疑惑は疑惑なので、今回あのやるっていう判断をそのまま続けたということだと思いますね。でその結果、50万枚売れたってことなんですけど、本戦、じゃあ今後ずっとペーパービューでいいかっていうと、まあ、今回ね、ですか天心選手の最後のキックボクシングの試合だからこそ、やっぱり正規の一戦になったっていうのもあるんで、で今回、天心選手もやっぱりその、 子供たちに見てもらっていのはめちゃめちゃこだわり持ってるんですよね、れは。なんでやっぱその、もう地上、テレビでやらないんだともやめてもいいぐらいの発言もしてましたし、そのお金のためじゃないんだと、その未来のその子供たちがたまたまテレビをつけてこの試合を見たことによって格闘技の面白さに目覚めるっていうのを期待してやってたのに、やっぱそのテレビでやれないっていう。これがやっぱペーパービューになってしまうと、当然そのお金が5000円払える人しか見れなくなっちゃうんですね。当然その5000円払ったお父さんの横で子供が見るっていうのは、まあ、 ありうるとは思うんですけど、絶対的に人数は減るはずなので、やっぱりこの有料放送だけに閉じてしまうと、新しいファンが増えない問題があるんですね。これは今あの、まさに J リーグがそこで悩んでるみたいなんですけど、まあ、J リーグというのはプロ野球ですよね。今、どんどんスポーツは有料放送にシフトしちゃった結果、まあ、僕らが子どもの頃、まあ、すみませんね、昭和世代的には子どもの頃にはやっぱりスポーツっていうのはテレビでやってるもので、 その結果あの、野球に興味がなくても、お前はどこの野球チームのファンなんだっていうのを必ずこう聞かれるっていう。まあ、僕は隠れヤクルトファンだったんですけど、まあ、たまたま最初に買ってもらった帽子がヤクルトだったって言わますけど、みたいなことはやっぱ地上波でただで見れないと起こらないですよね。なんで、まあ、地上波ビジネスの終焉化は僕は言い過ぎだと思うんですね。やっぱこの組み合わせがやっぱすごい大事だと思うんで、 今回、アベマがすごい上手いなと思ったのは、リアルタイム放映は5000円のペーパービューなんですけど、翌日かな無料放送してるんですよね。ちゃんと無料でも見える。まあ、ナスカ天心選手の希望に応える私で無料でも見えるものはやって、まあ、当然、あの、アベマなんで普通のテレビではあの無料では見れなかったとは思いますけど、 それによって、アベマはあの記録的な視聴数を更新した。ちょっとこのね、アベマもあの過去最大の視聴数を記録したっていうリリースを出しつつ、人数を言わないっていうあたりが、人数を言ってしまうと意外に少ないなって思われるから、多分出せなかったんだと思うんで、そこはやっぱり、ウェブテレビっていうのはまだそれぐらいだっていう話ではあると思うんですけど、でも、ちゃんとこの無料もやり、しかも今も多分まだ1週間ですね。 は、プレミア会員はアーカイブで見れるんですね。僕は、あの、無料配信を見逃してしまったんで、あの、あのしょうがないからい、あんま契約して、あの、アーカイブで見ましたけど、お恥ずかしい話ですが。ここの組み合わせですよね。そのサブスクの有料モデルペーパービューと無料視聴。この組み合わせをスポーツ、各スポーツはどうやっていくかっていうのが今後問われると思うんですね。当然、その、 J リーグにしても B リーグにしてもそのラゾーンとかに放映権を売ることによって巨額の資金は手に入れられるんだけど、そうすると新規の人たちがなかなか増えなくなっちゃうんで、じゃあどうするかっていう。J リーグの場合は多分地元の子供たちにチケット配ったりとか、まあ、小学生招待したりみたいなのをやってるんだと思いますけど、ここの多分オートフォリオを組むっていう時代にスポーツ中継も入るのかなっていう。まあでもすごいですよね。このペーパービューで25億円が 得られるっていうのは日本でもあり得るっていうのが証明されたのは本当に大きいと思うんで、これから本当、あの、案外リアルタイムはあくまで試合のチケットと同様に有料で、視聴、オンライン視聴も有料なんだけど、まあ、無料視聴はずれてやるみたいなのは全然あり得ると思うんですね。これ実際今もうなってるんですよね。何がなってるかって映画がそうなんですよね。映画が日本では、あの、その年に見るには、 映画館に行って見なくちゃいけないんだけど、翌年になると金曜ロードショーでタダでやるっていうのが結構各社やってますよね。その、ちゃんとその新作がやるときには旧作をそのテレビで放送することによって、あの、新作を見れる人を増やしてやるっていう。まあ、ジェラシックワールドとかも、あの、ちょうど今やってると思いますけど、やっぱそういうそのビジネスモデルを工夫する時代に入ったんだなっていうのはちょっと個人的に非常に印象的だったのでご紹介しました。 よければ関連記事もよってくれば幸運です。今日もありがとうございます。